侍たちの生活は規則正しく厳しいものです。常に稽古をし自分を鍛えなければなりません。起きろ、稽古はとっくに始まってんだぞ。だってさ、昨夜も彦摩のじいさんに死後枯れっぱなしでさ。文句を言うな。お前は侍の自覚が足りないぞ。毎日黒子の皆さんに起こされて着替えまで面倒見てもらって恥ずかしくはないのか。龍之介。え？お前が言うな。ああ、そうでした。つい寝過ごし一生の深く。あ、入って。はあ、すみません、申し訳ありません。いったい。もう何なんだよ、人の頭ポン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 。いい加減避けろ。どんな時も油断するなって言ったろ。そんなもん無理だっつ。はあ、マジ千秋、お前の腕が俺たちより一段落ちるのは分かるよな。剣も文字からも侍の心得も全部だ。何？もう一回言ってみろよ。文句は強くなってから言え。ああ、そういえば、あ、じいが昼までに500文字書いて提出しろって言ってたぞ。は？なんで俺だけ。始めるぞ。ちょ、おい、はい、何なんだよここは。学校かよ。同じ学校なら高校のが楽しかったよ。友達もいたし。はっ、あいつほんと偉そうでムカつく。川の水ちっとも増えてないじゃない。そりゃそうだろう。人間界は平和そのものさ。これじゃ増えるどころか減っちまうかもしれないよ。じゃあいつになったら人間どもを水の底に沈められるんだろうな。荒れておるな本大社。おお、ろくろねりか。久しぶりだが腕の方は衰えてないか。逆だ、自分でも怖いぐらいに上がっておるわ。真剣者の前でもその大口を叩ければいいから。口の利き方に気をつけろよ。温帯層の引き立てがなきゃお前ごときは才の代わりでのたら死んでおるのだ。口の利き方に気をつけるのはお前だ。本当ならお前みたいに卑しいやつは和月の前に立てるはずもない。相変わらずの姫様ぶり、哀れだな、薄川太夫。やめろ太夫。よさねえかい、ろくろねりよ。太夫を怒らせるんじゃねえ。さっさと自慢の腕で人間界を荒らしてこい。そのつもりで川の底から上がってきたんだ。真剣じゃごときに邪魔させるかよ。千秋！千秋！どうしたんだ？お、殿、これを見てください。これで500文字とはふざけるにも程がありますが、どこへ逃げた？千秋！千秋！うっさぐった！これ最初！やっぱお前らといると落ち着くわ。あ、そういえばさ、お前何してんの？卒業式も来ねえし、家行ってもいねえし。いろいろあってさ、変なとこにいられたっつうか。はあ？時代錯誤の学校ってなんだよ。俺さ、大学別のとこ行くの。なんだよ、せっかく一緒だったのに。悪いけど、まあそれは俺も納得はしてんだよね。たださ、口うるさいじいさんと威張り腐った殿様がいてさ。殿様？あ、いや、とにかくそいつがめっちゃ感じ悪いんだ。いつも上から目線だし、偉そうに命令するし、訓練じゃボコボコに叩いてくるし。なんだよそれ、ありえねえな。だろ、本当に
人のこと隠した扱いすぎなんだよ。下道士、下道、人間の世界を襲ってくる妖怪の元ネタみたいなやつら、とにかく逃げようぜ。大丈夫だって、ちょっと行ってくるわ。おいジャキ、アケルが来る前に片付けときさ。俺だってそれなりってとこ見せとかなきゃな。一筆登場ジャキ。うそ、いい加減にしとけよ下道士。ほら真剣者、わざわざ餌食になりに来たか。誰が、やばっ、いってぇ。わしの技、とくと味わうがいい。なんだ、ハイナー伸ばし、見えぬ格子は避けられまい。逃げろ逃げろ、こんなもん。バカめ、わしの拳は獲物を逃がさん。マジかよ。ジャケ、真剣者の仲間か。逃げろ。マサト、どうし、お前もそろそろ終わりだ。ハイナ伸ばし。タケル、さすがの真剣レッドも鹿の気配は読めまい。大丈夫ですか。ユノスケ急げ。真剣丸、水のマック。なに、まあいい、わしもそろそろ戻らねば水切れだ。いつバカ者、稽古を放り出して抜け出した挙句に何とぞだ。一人で戦えるとでも思ったか。お前むくれてないで反省しろ。今帰りました。どうだった？友達入院した。治るまで 2,3 週間だって。千秋、お前のせいだぞ。分かってるよ、俺の力が足りないから。違う、お前が友達と会ったせいだ。いいか、過去を捨てるのは家族とか友達を巻き込まないためだ。俺たちに関わらせないためなんだよ。そんなこともわからないでお前は友達を危険にさらしたんだ。千秋、明日までにあのあやかしの技を破れるようになれ。できなきゃ書道本は返せ。俺たちより一段落ちるぐらいなら我慢できるけどな、数段落ちてるんじゃ話にならないんだよ。侍やめろ。千秋、千秋殿、少しその朝と五時、ごめん。下道衆倒したらまたな。過去を捨てるのは家族とか友達を巻き込まないためだ。どれどれ、お、増えてるよ水が。ほんの少しだが増えてる。確かか。ええ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 
耐えるわ。下道衆に生まれて不満はないが、川から長く離れて折れるのが面倒というものは。だから早く三途の川を溢れさせるんだよ。分かっておる。まあ見ておれ。俺たちより一段落ちるぐらいなら我慢できるけどな、数段落ちてるんじゃ話にならないんだよ。あいつ、止めなきゃ、避けるのは難しい。でもあの技、気配を読めればやってやる、絶対。ごめんの侍戦隊、真剣じゃん。はい、ラララララ、4人だけか、もう一人はどうした。それは俺のことか。はっ、千秋戻ってきて。いいや。おいタケル、今日から俺は一人で戦うからな。なんだと？決めたんだよ。こいつも俺が倒す。初動班、一筆登場。真剣グリーン、何千秋。姿勢だけはいいな。かかれ！ちやき、何をバカな。ほら行くぞ。はい。真剣丸、火炎の前に。真剣丸、水流の前に。真剣丸、雷電の舞。
リア。またわしの技を見たいらしいな。カイナー伸ばし。追いつけるもんなら追いついてみろ。何をするかと思えば逃げるだけか。無駄だ。いくら逃げても無駄。拳の目となってお前よ。ないぞ。バカ、こいつは俺がやるって言ったろ。何よ。バカめ。腕が絡まって戻る。バカ、調子乗ってるかそうなるんだよ。真剣丸、おならしの愛。どんなもんだ。やった、千秋すごいわ。しかし、あれは剣術ではないが。まあ、向こうもそうだし、いいんじゃないの。なあ、まだ終わってない。二の目だ。こいつも俺一人で十分だって。マオリガミ、オリガミ大変化。千秋、戦いの途中だよ。まったく。来るぞ。今度こそわしの技の餌食にしてやろう。カイナー伸ばしだ。何突っ立ってんだよ。走れよ、的になる気か。単純な話だ。避ければいい。は？それができないから。殺気があれば必ず攻撃は読める。何？諦めたか。そこだ。何？バカな。お、お見事。とどめだ。ダイヤスイング。サムライビン。これにて一件落着。やりましたね、殿。さすがです。さすがだ殿。殿、ちょっと待ちを。千秋は？タケル、いや、
殿。これからも一緒に戦わせてくれ。誰もやめさせるなんて言ってない。千秋よく言った。分かってくれたんだな。おい、お前も一つ成長したぞ。よし行くぞ。殿俺のは一か八かの強引な作戦だったけど、あいつに会ったのはあやかしの技を見切る自信だ。あの時にもうあいつは攻撃を読んでたし、俺の一か八かが成功したのだ。あの時あやかしの気が一瞬それたから、俺一人で勝ったんじゃなかった。絶対あいつを超えてやる。絶対。若き侍谷千秋、どうやら真剣ジャーとしての目標を手に入れた様子。真剣ジャー第3幕、まずはこれまで。さて次回、下道衆と少年との約束とは。私にはわかる。あの頃の自分が重なって見えて。私そういう弱ってるやつダメなのよ。第4幕、弱情け涙川、いざ参る。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。